やっほー、こんばんはー。せーの、アップアップガールズカッコリーです。イエイイエイ、始まりました。始まりました。おそよ、今日も皆さんどんな夜をお過ごしですか？ちょっと耳の位置ずれたけどですねどうでもいいね、久々。聞いたならさ、答えって呼んであげないよ、なんかさみんなさ、こんばんは、おやすみ、おやすみ早く、ね、これからだよ。今始まったらもう寝んの？こんばんは。はい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 。筋肉痛の夜です。適当さん大丈夫？頑張れ。眠いグッピーさん起きて。筋トレしてた最中さん。頑張れ頑張れ。アレクさん眠い。ということで、古川さん。はい。森さんと3週連続登場した後の、はい、私とのペアということで。はい。その意気込みどうですか？あの1ヶ月で続けてるので、はい、どんなことがあっても、うん、別に大丈夫ですよ。おってことは関根がこの場所を、まあいいや、お二人でのそうですか、登場は、はい、結構半年ぶり。2月ってことは8、9、10、あとこれ半年以上回ってますね。そっか、うん、成長した。その時も確か関根が司会だったんですよね。違います。あ、違った。なんで今なんかさ、なんか今そのなんかちょっと今プチンってきた違うじゃん、小夏が MC でで、もうすぐ始まりますよって始まりますよって言った瞬間に台本ピーって言いながら投げて、えってなってるうちに始まったんだよスタッフさんとえって凍ってるうちに番組が始まるっていう。私は根に持ってますよ、あれから。え、だってあの司会の人が台本しっかり読んでるもんだけどさ、みんなこうね司会の人も喋らなきゃいけないことあるし、はい、こうお互い見ながらね、はい、進行分かった状態進めていくんですけど、はい、ペイって言いましたペイですよ。ペイは言ってない、ペイはさすがに言ってない。いや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 ボス、そういうの良くないっすよ大丈夫かなと思って。ないでしょ、ないでしょ、ないこれ初めて見た皆さん、関根そういう人じゃないので、ぜひお手柔らかにご覧ください。はい、今日はしっかり台本持ってます。そうなの、なぜですか？今日が司会だからやり返してやろペイそんなことしてないじゃん、しかもそういう人じゃんって書かれてるんだけど、関根嘘じゃない。はい、ということで、キンキンのことをお話ししますとですね、はい、関根篤さん、ツイッター再開しました。そうだ、おめでとう。はい、あれだっけ、うん、再開してどれくらい経った？再開して1ヶ月まだ経ってないんじゃない？経ってないと思う。経ってないですよね、1ヶ月、うん、ということで対話の次なんだもんね。うん、ちょっと話してて。分かった、森崎のあれの日だ、生誕だよね。ってことは当日、森崎の誕生日当日。そうかな。じゃあ10月12日だ。10月12日から関根さんが、あ、なんだっけ、間違えた、5000人。そう、5000人突破したということで、ツイッターを再開してくれました。メンバーを代表して、関根さんがいろいろつぶやいて、メンバーのこともつぶやいて、1万人目指して頑張ってくれていますので、ぜひ頑張って喋ってんのにさ、そこ急ぐ気ないでしょあるある、急いで帰ったら間違えちゃった。皆さんもうフォローしてくれてますか？しました。今ね900人の人が見てくれてます。あるさ、してくれてますか？いいね、出た、はいはい、だってしてるよ、はい、してます。ででん、これで検索していただければ、いた、出てきますので。全部小文字だよね。はい、全部小文字です。ですですです。1万人いかなければ、今期間限定で復活してるんですけれども、これがまた休止になってしまうので。休止だ、休止、そう、休止、停止、休止、休止になってしまうので、ぜひ皆さん、現在5900人突破してますので、あと6000人まであともうちょっとなんですね。なので皆さん、でも6000人じゃなくて1万人目指してるので、お願いします。お願いします、お願いします。唯一のね、アップガデの発信源だから、本当にお願いします。私一番こなちゃんの寝顔乗せてると思う。いや本当に被害に遭いまくってるけど遭いまくってるけど、まあでもツイッターでのそのさ、やっぱさ、こう発信源がなくなると辛いからね、フォローはお願いします。はい、頑張ります。もう乗せないでくれればいい話です。乗せますなので
かに私が一番寝てる時間が長いのかもしれないけどさ、うん、今日はいかがお過ごしでしたか。今日ですか、うん、今日は、うん、なんだっけ、あ、そうです、お稽古してました。おお、なんの、あ、待って、それ後ほど言うからいいや、ちょっと待ってそうだね、うん、ちょっとそれ後ほど話そう、ネタがなくなっちゃうからさ、分かった、ね、はい、ということでタイトルコールいきましょう。せーの、アップアップガールズカッコカリの戦場カッコカリ。はい、まずは自己紹介から。はい、常に熱苦しいほど全力投球、23歳振り回されていきたいと思います。よろしくお願いします。うん、はい、バジルが大好きな、19歳の関根あすです。よろしくお願いします。今日なんか肌緑だもんな。やばくない？ということでショールームの参加方法です。はい、で言いますよね、はい、だから関根の前でボケてはいけないんですよ。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりすることができます。はい、そしてポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、はいはい、どんどんアピールしてくださいね。はい、番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録がまだの皆さんは登録してください。ということで現在のランキングを一緒に確認しましょうかね。ロッキー第3位、ダーナン、ピーちゃんさん。ピーちゃん、ありがとう。おめでとう。第2位、しらないさん。おめでとう。しらないさん、すごい、なんかカルミ仕様なのかな、ね、かわいい。デビル、いいな、アイコスプレしたい。ということで、第1位はアレクさん。アレクさん、ありがとう。あずーだってよ、アレクさんが。あざーす。アズのサタンの手下って感じでって白井さんが言っております。え、手下なの？それはそれだけでちょっともう苦手だわ。関根が仕掛けたんじゃなくてアレクさんが勝手になっただけですからね。はい、ポップアップガールズ過去仮の公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも毎週火曜日22時からショールームで生配信中ですので、はい、生だとねコメントで書き込んだり、ぜひぜひ見てくれてコメントしてくれたら名前とか呼べたらなと思いますので、はい、ぜひ生でも参加してください。よろしくお願いします。お願いします。ということでここからアップガの1週間を振り返っていきましょうと思いますが、土曜日はシーサイドヘブン中華街フラリツアー2015が、FAD 横浜にて行われてたんですけど、はい、本当に中華街が真横ら辺にあってね。で、そうですよ、近いんです、近いんです。でこのフラリツアーは会場が何か所かに分かれて行われてたんですけど、まあ、その名の通りここへ参加してくれた皆さんがその何か所かのところに意外3か所かな、そう、まあ、そんな分かれてたんですけど、うん、フラフラっと好きなように立ち寄ってライブを楽しもうっていうツアーで、関根たちのねライブの時もアップガのライブの時も半分がファミリーだったんですけど、後ろ半分以上は本当にフラッと来ましたよ、フラリさんでしたね、多かったですけど、どうでした、ああいうライブ。え、なんかこういい感じに前でみんながちゃんと盛り上がってくれてたから、うん、自己紹介になったと思います、うん、本当にいい自己紹介になったと思うし、うん、確かにこう前と後ろ温度差はあったんですけど、うんうん、後ろからもちゃんと見てくれてるなっていう実感がありながらライブができたので、うん、それをね一緒にみんなが盛り上がってくれたからかなと思います。ありますね、ありがとうございました。ありがとうございます。あとやっぱ感じたのが、はい、アッパーレをやったんだけど、アッパーレは最強だなって思ったね。いや、そうなんですよ、本当にアッパーレがすごいこと、すごいこと。サビの振りをみんなもう一回見たらできる、もう2番先からできる、できる。初めての人もそのフラリさんもみんなやってくれてたから、いや、これはこれからいろんな対外試合に出てくときに必ず入れたい曲ではございますね、うん、はい、確かにいい曲になりますね、はい、ということで土曜日の次、日曜日ははい47都道府県ツアー、はい、埼玉追加公演、無事ソールドアウト、ありがとうございます。そしてまた再追加が、はい、決まったということでね。すごくない？再追加って言葉あんま使ったことないわ。本当になかなかアップガが今までツアーやってきた中でも、てか初めてじゃない再追加なんて。てか追加自体そんなしたことないから、そうそうそう、再追加なんて初めてですね。本当にありがとうございます。はい、どうでした、追加公演。追加公演、うち、はい、やった方のね追加公演はですね、うん、
私昼公演のアンコール部分プロデュースさせてもらったんですけど、あのエンドオブザシーズンで始まって、うん、サイリウムを歌い、そしてアップアップ台風で、盛り上がって終わるというね、うん、でもあのこういう空気になったらいいなって思って、うん、こう考えるじゃないですか、はいはい、それをこうみんなが本当に伝わったのかなっていう会場の空気になったので、それは安心したし、うん、すごい嬉しかったです。いやリハの時からなっちゃんが最後の曲のアッパープ台風だアッパープ台風の演出を変えてくれたんだよね。そうです。最初の演歌のところをみんながサホさんの演歌をあの今で聴いてるような感じで、そうそうこうやって正座して、そうこうやってそう紅白見てるみたいな感じの気分よ。そうそれがすっごい楽しくて、ねリハからも楽しかったけど、いつもほらバックダンサーじゃん。そう紅白出てる側だったけど、うん、ちょっとね正月も近いし見てる側ということで、ね、うんうんうん、だしアッパップ台風を全部フリーにしてやるっていうのもそこで初めてだったので、またこれも新しい楽しみの一つに加わりましたね。ありだよね、あれね。ありあり、全然あり。なんか動きたくなるし、あの曲、うん、新しいよね、ライブの最後にアッパップ台風みたいな。ちょっとアッパップ台風が始まるライブとかよくあったからね、うんうん、ありかなと。いいね。だからちょっとやろうよ、もっとやろうよそうです ね、そうですね、うん、ツアーはあのそれぞれプロデュースする、個人でプロデュースしたりとかみんなで考えたりとかしながら、まあ、あの毎回ねちょっとずつだけど、はい、変えつつやってるので、ぜひぜひ見に来ていただけたらなと思います。はい、次が、はい、現在30、うん、もう残り9箇所、38箇所終わったんだっけな、うん、で今回追加だったんで、あの、はい、あの残り数は変わらないんですけど、はい、次が11月8日横浜なんですけど、最近ですねアップガさんがブログとかチェックしてくれてる方は分かると思うんですけど、アップガさんなんとシングルが去年の11月、まだ決まってないじゃん、私も知らないけど決まったの決まった、発売決まった、あ、そうかそうか、そういうテンションで来られたから私だけ知らないのかなって。そうだよね、よかった。どうぞ続けて。11月からあのシングルを発売してないんですけどはい、はい、あのそろそろね発売したいなと言いつつ、はいはいはい、そんな中で、新曲のレコーディングも、はい、しました、はい、さらに、はい、振り入れもしましたし、はい、完成しました、しました。ということで、ということで、この次の横浜から瀬戸里に入れちゃいたいと思います。怖い、パチパチしちゃってそうなの、入れます。こっから、こっから、そう、入れちゃいます。あ、そうか、でもこれが横浜なんでね、小夏と綾乃の凱旋でもありますし、ぜひぜひ皆さんで盛り上げていただけたらなと思います。あとね、この日11月15の甲府コンビクションは、うん、あの最年少の新井真奈美の誕生日に一番近い日にやるということで、この日を新井さんが勝手に私の誕生日公演にしますとこの間から宣言してて、 でこの公演を新井さんがあのプロデュースするみたいな、うん、って言ってて、すごくあのこの前から宣伝をしているので、でこの日も私たちは精一杯ファミリーと一緒に新井さんをお祝いしたいなと思いますので、ぜひ皆さんここマナーを一緒にお祝いしませんか、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。甲府決戦ね、甲府決戦、山梨決戦ですね。はい、ということで、まあ時は経て曜日を挟んで月曜日は古川さん、はい、定期公演、定期公演をチーム負けん気セレクトメンバーライブを第1回目、記念すべき第1回目やりましたが、やりました、どうでしたか。緊張しました。するよね、それするよね。だってさ、うん、いっぱい曲を覚えなきゃいけなかったしさ、うん、MC ババいなかったからさ、そっか、そうなんだよ、もうさ大変だったんだけどみんなで、うん、でもあの本当に一から自分たちで考えた公演だったから、どっちかというとそれを見てもらって、うん、みんなに楽しんでもらえるのかなっていう緊張の方があった。
関根も今日リハーサルをして打ち合わせかな次の、そうそうそう、11月9日次なんですけど、もう何歌いたいかとか、もう今日打ち合わせしてきたんだけれども、今回はセットリストもまあそうなんですけど、衣装もちょっと第1回目と変えたいなっていう希望がメンバーに強くて、だからそのことも含めて第2回目はどうなるかなと思いますね。あと個人的にチャーベルチンクッティの橋本愛菜ちゃん、赤の橋本愛菜ちゃんとのペアが今回そう私多いので、ぜひそこも嬉しい、見てほしいなと。歌姫対決じゃん、思います。アプガからは綾乃、あかり、関根、まあなのチーム、はい、年下が出ますので、でそのうちアプガの中でクソガキとね、クソ兄弟と呼ばれている佐保さんと新井さんで何かが起きるかもしれないので、ぜひそこら辺もね注目して、11月9日、秋葉カルチャーズ劇場に遊びに来ていただければなと思います。この夏も今日さ、セットリ聞いてちょっと高まったもん、うん、見に普通に森崎と一緒に聞いたんだけど、うん、セットリそのお稽古した時に、うん、そう結果から聞いたんだけど、見に行きたいねって森崎と二人でちょっと見に行きたくないとか言ってちょっと上がった本当に、うん、いやありがとうということで、そうなんですよ。でもチームは元気、もう一つあるんだよね、お知らせがね。はい、11月10日と、はい、11日に、うん、楽屋魔剣記という舞台をですね、うん、やらせてもらうんですけど、それもメンバー全員じゃなくて、アプガからは、戦国古川森、そしてチャオベラからは、諸塚橋本後藤で、キッカも入って7人、プラスジミちゃんの大先輩である高橋愛さんを、これ高橋愛さんの洋服、あラブ&ピーチのやつ、タグ見る、タグ大丈夫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 、タグ見えました、だいぶおかしい絵だよこれタグ見えました、見えました、ほら高橋さんの洋服です、はいどうぞ、はいどうぞ、はいはい、楽屋魔剣記はどんな感じですか、これもいいの、うん大丈夫、そっか、うん、そうですね、今日の稽古はこの今回の舞台は、はい、舞台&盗んでないもらったんだよそう盗まないだろっていやばい、俺はやばいよ、盗まないでしょ、さすがに僕がさ、そんなことしないからねえ、やばい、今日はですね演技とプラス即興劇もあるので、はい、なんか今日面白かったの、その台本部分の本読みとかもしたんだけど、そのエチュードっていう即興劇の練習もして、聞いてる何ごめん水飲み干しちゃった、はい、して、はい、したんですよ、うん、でなんかね、即興劇の練習は、そうそう、うん、でその場で、うん、特にこれをやってくださいということを決めてないし相談しない状態でいきなり用意スタートでね始めるんだけど、先にねメンバーくじ引いといて、そうくじを引いといて、1からこう何までみたいな番号書いてあるくじを引いとくの、でその番号1が一番なんていうの上司みたいな、で数字が大きいほど後輩だったり部下だったりするわけね、うんうんうん、それをお互いが相談しないまんま、うん、用意スタートでテーマだけ決めてやるの、え、それ毎回っていうのを今日練習やったのね、うん、超面白かった、え、本番でまた違うの、それは違う、エチュードの練習で本番は違うことやるんだけど、うわーそうなんだ、でそれをね何人かに見てもらって、うん、その順番を当てるっていう、へー、そうだからお互いも何番か分かんないまんま、この人は私の上司なのか部下なのかみたいな探り合いながらやるっていう、そうなんだ、そうだからね、その今日はアプガと高橋さんに見てもらって、うん、アプガとチャオペラと、うん、キッカとだから7人で最後やったの、うん、だから1から7まであるから、うん、1と7は簡単なんですよ、そうだよね、そう一番偉そうにすればいいし、はっきりしてたね、全員に偉そうにすればいいし、7番の人は全員にこう下から行けばいいわけよ、うんうんうん、1か7がみんな欲しいわけ、私4番だったらもうやばくない、わかりづらもうね、一番大変
大変わかる？これわかる人はわかるよね。あのそう考えてもらえればわかると思うんだけど、全然わかんない状態で半分の人が上だし、半分の下が人が下なわけ。ナイス中途半端って言われて、そうナイス本当に4番が一番引きたくなかったのに4番引いたから、しかも1回目のなんか4人だけでやった練習の時1番引いちゃったの、超簡単じゃん、すげえいきなり4番だったからやっちゃったと思ったけど超面白かった。あれいいね。しかも正解してくれたの高橋さん。本当に？そう、すごい、それは高橋さんがすごいね。そうだと思う。おーみたいなどよめきがみんなで結果発表してる時にお互いも分かってないから、おーおーみたいな一人ずつ発表していくうちにでもさ、それさ見てる人もさ、おーこれはどうなんだって楽しみもあるけどさ、やってる側もさ、あ誰だろうってすごい楽しいからさ、そう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 、いいですね、負けん気ならではの、すごいもうね連携プレーも見れそうだし、緊張して汗かきながら練習してきたので、本番は違うエチュードですけど、その場でこれきっと探り合いながらお互いね付き合いながらやってるんだろうなっていうのも見てもらえたらそうですね、こうさりげないところに人間関係とかも見れて面白いと思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください、ぜひ遊びに来てください。じゃあ改めて、はい、舞台はですね、まず舞台から言っていいですか、このまま流れで。舞台は11月10日と11日に、新宿の、書いてない方で2日間行いますので、シアターモリエールですよね。そうです、シアターモリエール、新宿です。ぜひぜひ遊びに来てください。来てくださいということで、負けん気セレクトメンバーライブは11月9日月曜日に、秋葉カルチャー劇場にてやります。そして最後の第3回目は12月に、はい、がですね、14日に開催することが決定しました。しました、はい、私も先ほど聞きました、クルカさんから。なのでここ、こうなってますけど、正しくは12月14日に決まりましたので、はいはい、予定のまだメンバーとか選考等々 は、発表されてないんですが、決まり次第お手発表しますので、はい、お待ちください、お待ちください。ということでコーナーに行ってみましょう。コーナータイトルお願いします。私のタイムテーブル。今日コナちゃん可愛いね。ありがとう。もし〇〇な1日があったらということで、自分の理想のタイムテーブルを考える、はい、そんな企画となっています。やったー。なので最初のテーマはもう早速皆さんいきますからね。おー1600突破してます、ありがとう、ありがとう。ってことで、あ東京タワーも来てる。あ本当？あ東京タワーどこで見んの？ここに寝てってる。あれどこ？あら本当一個飛んでる、飛んでる飛んでる、立ってる立ってる、ここかな。アレクさんだ。あーアレクさんありがとう。ごめんね気づくの遅くなっちゃって。ごめん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 。アレクさんありがとう、ありがとう。ということで最初のテーマは、はい、今自由に過ごしていい休日があったらどんな一日を過ごすです。はい、ということで悩んじゃうな。今見てる皆さんもぜひ一緒にやっていただいて、もし一緒にやる、うん、僕私が一日自由に過ごしていいよって言われたら、いい休日があったらどんな休日を過ごそうかなと考えてみてくださいな。明るい色の方が見やすいか、はい、かなかな。あでも黒で大丈夫よ、にっこな。あ本当に、よいしょ。なのでってことは、ってことでシンキングタイムスタート。シンキングタイムっていうの、はい、結構本気で悩んでる。これ朝ってどこから考えるんですか？自分が好きな時間だよ。あ、そうなんだ。だから好きに過ごしていいんだよ。そういうことね。なんかもうやだ。1って夜中の1ですか？あ、そうなんだ。なんかもうやだ。なんでよ。なんかもうやだって何か言ったか数えててもらっていいですか？どうしよっかな、超普通に悩むんだけど。どうする？いやこの夏ね、アクティブな日とアクティブじゃない日の差が激しいんだよね。どっちがいいかな、どっちがいいかな。
どうしよっかな。でもアクティブじゃなかった場合一個で終わるよね。手に書いちゃった。どうしよっかな。じゃあアクティブに頑張ろうよ。でもちょっと朝はゆっくり寝たいかな。どうしよう。私自分に甘いんですよ。だからスケジュール立てるの超嫌い。そうなんですよね。行き当たりばったりが大好き。じゃあすごいもくもく高いです。どうしよう。あ、1700人突破ありがとう。放送事故じゃありません。どうするこれ。ゆっくり考えてます。みんなも考えてね。どんな一日過ごしたいか。みんな怒るのとかほんとやめてね。おすっごい謎の空き時間できちゃった。え、減った黙々と考え、私頑張って喋ったのにさ、どうやってさ、黙々とさ、勝手に決めて失敗すんなし。なんかすっごい変な空き時間できちゃった、どうしよう。寝て小夏の夢見るだって。いいよ。愛されてんな、愛されてる。いいよ、行ってあげる。乗って行ってあげるって、今から寝な。出演料かかるけどね。もっと、現実的だな。違う、空き時間とはって、あ、うん、ね、なんかね、なんかわかんないけど空白できちゃったんだよね。残り30秒。え？あ、じゃあ関根さん先に発表して。そう、この空き時間どうしようって思ってる今。何この空き時間。何すればいいんだ。え？ね、あ、そっか、こうすればいいか。できました。いいよ。はい。でまず関根あずさの過ごしていいよ。ん？今自由に過ごしていい休日があったらどんな風に過ごす？タイムテーブル。じゃん。1時ぐらいに起きて。あ、反対だった、読めなかった。ここダラダラ時間ですね。で2時から犬にご飯あげて休む。で3時まで休む。で4時から9時まで寝る。で9時から夜中の1時までゲーム。レベルアップですね。でゲームの主人公たちのレベル上げをしなきゃいけないので。でその後1時から朝のここ空白。朝の違う、次の翌日の12時まで寝る。これやり方合ってますか関根。合ってますか。はい。ってことで関根の休日はこんな風に過ごしたいなと思います。あ、本当に関根の休日は結構今年アップアップガールズかっこかり夏休みをあげるよって言われて3日間ぐらい本当に自由にね、うん、過ごしていいよって言われた日があったんですけど、うん、あ、2日間か。いや3日だよ。あ、そうだ、私が仕事してたんだ。そうそうそう、3日あって、でみんな他のメンバーはアクティブに旅行行ったりとかレジャーランド行ったりとか行ってたんですけど、関根だけはその3日間とも一歩も外に出ず、なるべく日の光もちょっと浴びずに家の中にずっといて、食べるご飯を食べるためだけに起きて、あとは犬と一緒に布団で寝るっていう生活をずっと3日間続けてたので、これはまだいい方ですね。まだゲームっていう時間が入ってるので。これご飯食べてなかった、あ、ご飯入れてなかった時間に。これご飯食べてないじゃん。ガチきたな。相当ヒッキーだねって書く。そう、相当ヒッキーなんですよ休みになると。はい、ということでこんな感じです。できましたか。うん、できた。おってことは、じゃあ次古川さんの一日自由に過ごしていいよっていう休日があったらどんな一日を過ごすか。ドンダーン。
朝9時に起きます、うん、はい、30分ぼーっとしてから、うん、9時半から12時まで寝ます、うん、1時間ぼーっとして、うん、12時んどっちだこれ間違えたね。あ、合ってるわ。1時からご飯を食べます、うん、で2時からゆっくり支度をして1時間半かけて支度をして、うん、15時ぐらいからお買い物15時過ぎぐらいからお買い物します。で19時ぐらいからお友達とご飯食べていっぱい喋って夜の11時からぼーっとします。でまた寝る。なんか似たような感じだね。だよだよね、そんな感じになると思った。これでも待って、これ結構アクティブな方だから。うん、多分アクティブだよこれ。アクティブだから、うん、で待って、だって家から出てんもん。そうだよ、超珍しいよこなちゃんが。マジでマジで、え、だってうちらヒッキー代表だから、うん、マジアップだの。もうすごいよ、だってここに、え、だってすごくない？え、リアルなこと言っていいんだったら、うん、え、てか本当にすぐ終わっていいんだったら一日パジャマで過ごしたい。そう、一緒だし、ゲームも一緒だね。ゲーマーだから。そうそう、起きて、うん、布団出て、うん、ご飯食べて、うん、布団に戻る、うん、それが一番幸せな生活です。はい、ごめんなさい、そんな2人が今日来てしまいました。うわ、すごい面白くないねごめんねじゃあ、私ずっとなんか特に別に機会が幸せな生活ですねって書かれてでしょでしょ、すっごいアクティブだった夏休みの話したいよね。ねえ、すっごいアクティブだった夏休みの話したいけどね。利用してお仕事をここでしてました、うん、前日の夜まで。で、その後、うん、なんと、あ、ちょっと自信だ嘘でしょ何一人で買って楽しんでるの。違う、だってこっちびっくりするのよ、おっとみたいな、うん、でその後なんと夜行バスで大阪に行きました、はい、大阪、うん、夜行バス初めて乗ったの。どうだった夜行バス。私バス好きなの。あのね、うん、一回も起きなかったまた縮んだなんで縮むの。あのね、本当に暑くないのこんな厚着で。うん、うん、ちょっと暑くない。今ちょっと笑ったから暑くなった。なるね、天才だと思う。夜行バス向きだってでしょでしょ。あのね、困らないね、ま、細かいこと言うと、うん、2回かな、3回ぐらい起きたんですよ、うん、ただ眠すぎて姿勢変えるのも結構いっぱいいっぱいだから首の向きぐらい変えてまた寝た多分だから起きたってことは多分体が痛くなって起きてんのよ。でも眠すぎて体を動かせないのだからすごくない。やばい、泊まるたびに外出るって。本当に普通そうだよね。友達が出たんだって。私が私飲み物買いに行ったんだって言われて知らなかったやばい、完全に俺だって一緒の人いたよ。すごいでしょ。いるんだね本当に。え、全然楽勝、次の日超元気。へえ、その才能欲しいって。え、あげたいあげたい本当に。面白い、すごいでしょ。い、本当にこれ何かを考える。寝れたことがないって。マジ。私友達にごめんね今日は眠いし明日から楽しむために本気で寝るからみたいな、うん、しかも夜行バスってすごいね。あのカウントダウンじゃないけどもう何時何分後にもう電気を消しますみたいな、消灯しますって言われて真っ暗になるの。携帯のライトが眩しいと感じるぐらいに真っ暗になるの。だからそれまでに一生懸命やること全部やらせて一番寝やすい状態整えていざってなった瞬間におやすみっつって秒で寝た。へーすごいすね、どうしよう、これ寝れなかったらどうしようとか考えてる時間もないぐらい寝た。寝ようって、寝ようって思った次の記憶がもうないうわ楽ですね、このちゃんと旅行行くと。そうなの、超ね便利な子ですよ。じゃあ次のコーナー行きましょう。はい、次のコーナー、コーナー、あ、コーナーか、行っちゃいましょう。はい、このコーナー終了だって。うん、あ、もうこれ終わりなんだ、うん、はい、終了。はい、
ということで以上、どんな休日があったら過ごすでした。全然違うわ。私のタイムテーブルでした。続いてのコーナーはどうぞ。関根あずさのいい感じ相談会。はい、ってことでこのコーナーは私関根あずさが見ている皆さんのさまざまな相談に真剣にお答えいたします。なんか聞いたことあるんだよな、はい、これなんかうん、ちょっとデジャブ。大丈夫かな。大丈夫。すごいなんかあの、うん、適当な人がバーって喋ってるの隣にいた記憶があるんだけど。大丈夫。じゃあ皆さん相談をどうぞ。適当、もう一人いるんだよなここに。いい感じっていう言い方を変えただけ。はい、OK、やりましょう。寝たいのに眠れません。それはなんで。ストレッチをしたり体を疲れさせることを寝る直前にしてから寝るようにしましょう。それかあの自分の心がスワッと安らぐものを近くに置くかしましょう。はい、次。なんで寝れないのかがわかんない。どこのマグロ寿司が美味しいか。本かな、ジェイさん。それはわからないですね。あのいろんなところがあるので。はい。じゃあなんで読んだんだよ。アップ画を見てないと生きていけません。だってそれ嬉しいじゃないか。ずっと見ててよ。見てて見てて、飽きるまで見てて。飽きちゃやだ。右の太ももの、あ、読めなかった。裏に蚊に刺された。蚊に刺されたの。金管じゃない。金管。関根ね、関根ね、今年のね、冬な、冬だって、夏ね、あの見えますかね、見えますかね、ここに血管、あ、タイツ履いてた。ここに血管が通ってるんですけどね。あのここに通ってるんですけど、その血管に沿ってね、あの一列になって5箇所に刺されてたことあるんで大丈夫です。一箇所なら大丈夫です。はい、次。すいません。よく口内炎ができます。それ私も一緒、今現在ここにもできてる。なんか下の口内が終わったなと思ったら今度歯茎にできてしまったので、もうこれは悩みが尽きない、わからない。はい、次。すいません。お気に入りのモリタールが、あ、読めなかった最後まで、ごめんね。ブブブブブブブ。痩せれない、あ、痩せれないって人、いい情報あるよ。あのね、アマニ油っていうね、油をね毎日ティースプーン2杯飲むと、あの体の中の体脂肪っていうのをどんどん減らしてくれるから、それ以来関根も飲み始めてから4ヶ月5ヶ月経つんだけど全然体重が増えなくなったの。だからこれいいよ。はい、次。小松さん、それ家にあるって言われた。そう、飲みな飲みな。ママに飲めって言われたらしいんだけど忘れてた。小松、ハロウィンが近いから、はい、仮装は何したら良いですか。だって仮装は、うーん、私に聞いた。うーん、何しますか。露出少ない方がいいんじゃない。そんな感じです。うん、どうぞ。待って、彼女か私かアップが、彼女かね、私かアップがを選べって言ってるって。修羅場、今修羅場、もしかして修羅場。え、待って、今修羅場。ごめん、それ どうする。結構重要な質問だよ。いい感じになれる。修羅場だよこれは。今修羅場だよ。アップがは俺の夢だって言って、彼女は僕の現実を支えてくれる人だ、だからそばにいてくれ。おっしゃ、いいじゃないか。それってみよう。次。そう、終了。はい、すいません、ありがとうございました。修羅場だろたね。修羅場だね。いや、終わりましたね。はい、どうでしたか。いい感じの、なんかベルって書いてあったから、ベルのやつ。そんななんないでよ。ということで、どうでしたか関根あずさんのいい感じ相談会。全然答えてなかったですけど。答えた答えた。結構真面目だった。関根さんが共感してそっかっていう感じで終わってくっていう。大丈夫大丈夫、本当にすいませんでした。大丈夫ですよ。2000人突破してる。ありがとうございます。まあでも何より皆さんが関根さんに何も期待してないと思うので思った通りです。いや、みんな期待してると思う。関根はまだ大丈夫だって。うん、大丈夫だって。ということで、はい、以上、関根あずさのいい感じ相談会でした。ありがとうございます。ありがとうね、相談してくれた人。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。またゆっくりやりたいですね、皆さんと相談会。はい、はい、
そうですね、やりたいですね。はい、ということでエンディングです。今日もたくさんコメントやアイテムのご参加ありがとうございました。ありがとうございました。ということで現在のランキングを確認します。ロッキーじゃん。第3位、すごい、マグロが表彰台登っている、すげえ、イエーイ。第3位、ヤスさん。おー、変わった変わった変わった。え、変わった、今変わっちゃったの、どうすればいいですか。今やめます、ごめんなさい。ごめんね。第3位、翔太かっこリーマンさん。お、翔太さん、ありがとう。第2位、ヤスさん。ヤスさん、ありがとうございます。そして第1位はアレクさん。アレクさん、ありがとうございます。ということで1位の人に希望メンバーを聞いて、その人ピンカメラでありがとうを言いたいと思いますが、アレクさん、希望メンバーは誰がいいですか。まあ、ここでコナツって言ったら超面白いよ。そうですね、面白いね、超面白いよ、面白いよ、面白くなれるよ、この顔。ここでここでコナツって言ったらこんなに面白いことはない。いや、新世界が見れる。今日一の笑い取れるよ、マジで。あ、はいはい、そうですよね。関根に優しい感じでってきました。はい、じゃあ関根がいきたいと思います。3、2、1、アレク、ありがとうよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。優しいかどうかも、はい、責任なりの優しさだと思います。最近、はい、小悪魔じゃなくて悪魔と呼ばれてますが、大丈夫です、まだ小悪魔です。ということで、アップアップガールズカッコカリからのお知らせです。はい、あ、隠しだった。ただいまですね、はい、47都道府県ツアーを行っております。行ってます。先ほども言いましたが、はい、次はですね、横浜で行いますので、はい、新曲も初披露しちゃいます。ここからですね、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと、はい、古川と佐藤が横浜ですと凱旋ですのでね、凱旋ですね、ぜひぜひ盛り上げていただけたらなと思います、うん、あ、横浜行くよ行くよ、だってありがとうございます。ありがとう。まあでもこの横浜がですね、うん、ありがたいことにチケットがソールドアウトしております、うんうんうん、それでですね、追加公演が決まりました、うん、はい、決まりました。追加公演はですね、3カ所決まったんですけど、2月11日に静岡で、はい、そして14日バレンタインです、神奈川で、はい、この同じ横浜で行います、はい、そして21日埼玉ヘブンズロックで、再追加を、はい、決戦を行いますので、ぜひぜひ残り9カ所プラスその参加者もよろしくお願いします。静岡はね、前やった時は200人キャパだったんですが、そうなんですよ、今回は600人キャパに増えたので、はい、しかも森崎の凱旋でもあるので、はい、ここは皆さんと一緒に盛り上げていきたいなと思いますので、お願いします。遊びに来てください。お願いします。はい、ということで、はい、大丈夫、はい、年末ですね、はい、年末に、はい、私も2時間ノンストップライブやっちゃいます。イエーイ。ハイスパートレイブフェスティバルということで、名古屋、京都、そして東京がゼップ東京で行いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。ハイスパート、ぜひみんなも鍛えて一緒に動いていただけたら嬉しいです。はい、もちろん見届けてくれるだけでも大丈夫ですので、そうですね、ぜひぜひ初めてっていう方でも遊びに来ていただけたら楽しめる、はい、あ、夜行バスで行きます。だって、それこそ本当になんか夜行バスのアドバイスあげなよ。ね、アイマスクがいいと思います。あ、そうなんだ。うん、このアイマスク好き。あ、そうなんだ。わかんない、私どんな状況でも寝れるかわかんない。確かにね、当てにならなくてすみません。はい、じゃあ次行きましょうかね。そして、はい、なんだっけ、大晦日ですね、あ、カウントダウンにがライブを行います。うん、アップが初のカウントダウンライブです。お、ぜひぜひ、遊びに来ていただきたいんですが、はい、場所がですね、名古屋ダイヤモンドホールにて、31日に2公演をやります。はい、で、日付変わって新年迎えてから、ですね、アップがミュージックフェスティバルというのをですね、2時から行っちゃいます。はい、DJ タイムだったり、ここね、ミツコさん、パンダボーイさん、アンドモア、アップがやってる、カバーダンスチーム UGS だったりも出演しますので、はい、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。盛り上がった、どこよりも盛り上がるカウントダウンにしたいなと思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そしてもう一つ、新進公演も決まっております。はい、大阪で行いますので、1月3日遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、近々の、そして近々の予定です ね、 ですね、またおさらいしますかね。うん、しますか、しましょうか、しましょうかね。あります、時間、チームマケンキセレクトメンバーライブが11月9日月曜日、秋葉カルチャーズ劇場にて行われます。そして12月は、12月14日に行われます。はい、そして、9日
はセレクトメンバーライブなんですが、11月10日と10日11日日は、新宿、はい、のシアターモリエールにて、ね、舞台、はい、楽屋魔剣記というのが、行われます。舞台と即興劇の、はい、なんですか、公演になると思うんですけど、うん、私たちにしかできないちょっとリアル感も満載な舞台にできたらなと思いますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください、はい、先輩の高橋愛さんも、はい、いますので見に来てください。そしてキンキンですね、10月31日西武ハロウィーン2015 in 練馬アイドルトレインに出場します。イエイイエイ。これはもう聞くところによると、そうなんですよね、チケットはねもうね、受付が終わってしまってるので、初めての電車でのライブ、楽しんでいきたいなと思います。はい、そしてお次、じゃん、11月1日赤坂ハロウィン2015アイドル×お笑いハロウィンということで、赤坂ブリッツで行います。これは結構去年も出ましたね。はい、仮装して、あ、もちろんこの電車の日も仮装するんですけど、この日も仮装して、赤坂ブリッツに集まってくれた皆さんと盛大にハロウィンをやりたいなと思いますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そして次、2日後ですね、最後です。11月3日中野流アイドルフェスティバル2015、これは中野サンプラザ前特設ステージでやりたいと思います。思います。ますますます。なので皆さん、ここ11月、10月後半から11月頭まで、イベントが畳み掛けとなっておりますが、アップガと楽しい時間過ごしませんかということで、お待ちしてます。お待ちしております。はい、告知はこれぐらいですかね。はい、はい、ではショールームからのお知らせです。ショールームでは公式ツイッターをやっています。はい、番組の最新情報やここでしか見られない画像がアップされます。ぜひフォローしてください、はい、公式アカウントはアットマーク DNA ごめんごめん、アットマーク DNA ショールームアンダーバー、アンダーバーがなかった、アットマーク DNA アンダーバーショールームです。次回の放送を見逃さないためにも、ハートマークをクリックしてお気に入り登録してください。はい、ということで現在2200突破、イエイ、ありがとうございます。はい、2200人の皆さん、現在関根あじさんのツイッターアカウント1万人大作戦やってるので、ぜひまだフォローしてない人、このなんだっけ、スペル入れて全部小文字なので、ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。1万人早く行かないとまた休止になっちゃうので、お願いします。お願いします。アップガの情報を流出させるの得意です。はい、ということで今回約8ヶ月ぶりのこの組み合わせで関根が MC でしたが、はい、どうでした、皆さんもどうでした、どうでした、楽しんでいただけましたか、どうでしたかどうでした、どうしたどうした、楽しかった。ナイスかった。よかった。まあまあ楽しかった。ほら、厳しいですね。ほらほらほら。こら強く頑張ってありがとう。ほら、関根も頑張ったぞい。めっちゃ良かったって。おい。こらつの方が MC ありがとう。ちょっと待って。いろんな意味で楽しかった。ちょっと複雑ですね。ありがとうございます。はい、いろいろありましたね。でもありがとうございます。関根が MC になっても。振った割にはね、扱いが雑なんでごめんね本当に。本当にごめんね、読んではいるよ。この放送は成立するということがだんだんスタッフさんに浸透してきたなと思いますので、多分もうすぐ関根の MC の座ももう遠くないと思います。はどういうことですね。台本があればしっかり動けるっていうね、ありますよね。なんかもうあれします、一語一句間違えたらもう説教みたいな。やめましょう、やめましょう。さあもう台本もうこういう感じになりますけど罰ゲーム、そういう感じ、罰ゲーム、一語一句間違ったら罰ゲーム、やめましょう、やめましょう。はい、そろそろ別れの時間です。アッパペガールズカッコカリの公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも、毎週火曜日22時から、ショールームで生配信、ぜひ生でも参加してください。皆さんありがとうございました。よく寝てください。最後2300人突破しました。ありがとう、ありがとう、嬉しい、嬉しくね。はい、ということで以上、アップアップガールズカッコカリでした。バイバーイ。